ティファニーで朝食を、で、日本人屋主を演じる、イエローフェイスを施した、白人俳優、ミッキー・ルーニー映画における、ホワイト・ウォッシングは、アメリカ合衆国の映画業界で、白人以外の役柄に、白人俳優が配役されること。映画霊明期より、たびたび白人俳優が、白人以外の役に配役されてきており、映画の歴史と共にある。日系アメリカ人活動家のガオキは、 アフリカ系アメリカ人がホワイトウォッシングの対象であるのと同様にアジア系民族も経験していると語った。ネイティブアメリカンにも同様のことが言える。白人が多数でない国ではカラーブラインドキャスティングといって白人以外の俳優が白人の役を演じることがある。黒人俳優のイドリス・エルバは白人登場人物であるダークタワーのローランド・デス・チェーン役。 マイティソーの北欧の神ヘイムダル役を演じている。近年では、スチール・マグノリアスや、デ・サ・ティ・ア・フューネラルなどすべて黒人俳優により、リメイクされた作品もある。こちらも、議論の対象となっており、オリジナル作品のファンの多くはこれを批判し、ブラックウォッシングと呼んでいる。20世紀初頭、白人俳優が、ブラックフェイスやイエローフェイスを施し風刺を込めて、 少数民族を演じ、少数民族の特徴的な行動を誇張して演じていた。白人俳優のオーナーオランドは映画、チャーリーちゃんキャリーズオンのシリーズで中国人探偵チャーリーちゃんを演じた。有色人種の登場人物が映画界に少なかったこともあり、これらの役は当時少数民族から好意的に受け入れられていた。二十世紀中期になると、より人種の融合が進み、 主演の白人俳優、ローレンス・オリビエが顔を黒く塗った映画、オセロ以外は、白人が顔に黒い色を塗って登場することはほとんどなくなっていた。しかし1960年代、ティファニーで朝食をで、ミッキー・ルーニーが日本人家主を演じるなど、イエローフェイスは増えていった。デイビッド・エイ・シュロスマン教授は、アジア系登場人物について多くが白人俳優によって演じられ、 それは一般アメリカ人の会話の中でのステレオタイプに大きな影響を与えたと語った。21世紀になってもなお、少数民族の俳優は映画出演の機会があまりない。黒人の役は黒人俳優が演じるようになってきているが、ホワイトウォッシングはそれ以外の人種に起こり続けている。2015年、BBC は避難や抗議に関わらず、 白人以外の役を白人が演じることはまだハリウッドにはびこっていると語った。2013年の報告書によると映画会社の重役の94%が白人で非白人の映画制作者や俳優の割合も実際の人口構成より低い。BBC はその理由として業界全体に人種差別があること、プロデューサーらは白人俳優の方が観客受けが良く、 利益も大きくなると考えていることを挙げている。ソニーピクチャーズ会長、トーマス・ロスマンは、制度や慣例だと思う。業界は向上していると思うが、皆が言う通り向上の程度も速度も、まだ全然十分ではないと思うと語った。マルチカルチュラルサイコロジー、アンダースタンディング・アワーダイバースコミュニティーズの作者、ジェフリー・ミオは、白人の多い映画界は、 自分と似た羊の人を雇う傾向があるのではないかと推測する。ミオは最も条件に見合った人を配役しているだけだという説明について、監督と配役担当者はそう言うが、少数民族の俳優たちに言わせれば、最高の俳優を選んだだけだというのは結局、監督の友人、過去にも一緒に仕事をした人たちを選ぶということなのだ、と語った。ペッパー・ダイン大学映画史教授。 クレイグ・デ・トエイラーは、アフリカ系アメリカ人、アジア系、ラテン系のスターが少ない。ハリウッドの進歩的な流れの中で、配役の決定は、非常に逆行していると語った。2010年、芸能ニュースサイトのティーラッペは、多様性の欠如の原因は、業界全体の人種差別と、有色人種の人気俳優の不足にあるとし、プリンス・オブ・ペルシャ、時間の砂や、 エアベンダーなどの映画が問題をさらに悪化させたと語った。俳優組合サグアフトラの全米専務取締役、デイビッド・ホワイトは白人俳優の利益最大化について、ウィル・スミス、デンゼル・ワシントン、デビッド・オイエローのような黒人俳優は、配役理論について反論していると語った。電気通信学助教授リュージェイウィーバーは、ハリウッド映画において白人は、 黒人俳優や他の人種が多く出演する映画を敬遠する傾向がある。そのため少数民族の役柄でも白人が配役されていると語った。映画学教授ミッチェル・ W ・ブロックは投資者やプロデューサーに印象づけるためビジネス上撮影書と配役は切り離すことができないと語った。リドリー・スコット監督は著名な俳優を配役せずに聖書を元にした。 女子史的映画、エクソダス、神と王はできなかっただろうとし、低予算では映画を作ることはできない。主役が、無名の役者では資金を得ることはできなかっただろうと、語った。USA Today 紙は、ティファニーで朝食を、マイティ、ハート、愛と、絆、パン、ネバーランド、夢の始まりなどの映画は、夕食人種に、俳優、監督、プロデューサーの職が不足しているにもかかわらず、 白人俳優が主要な役柄に配役され続けていると記した。メディア監視グループはローンレンジャーでジョニー・デップがネイティブアメリカン役を演じるなど映画における配役問題の解決策を模索している。アメリカの映画は世界市場となっており、より現実味を求める多様な観客から議論が起きている。サグ・アフトラのデイビッド・ホワイトは白人でない役に、 白人俳優を起用することへの議論に対し、法律では職を得るのに、人種は考慮されないこととなっていると意義を述べたが、配役の多様性の欠如は認めた。法律学教授、ジョン・テイラニアンは、もちろん、人種で区別しない配役は、本質的に間違いではない。しかし現実には、アフリカ系アメリカ人、ラテン系、アジア系俳優が、 白人の役に配役されることは滅多にないと語った。ただしこれらの概念に対し、近年ハリウッドでは、スチール・マグノリアスや、デス・エー・ティア・フューネラルなど、人気映画のリメイクをすべて黒人俳優で演じる作品が制作されている。アニー、アニー、ベスト・キットなどのリメイク映画は、オリジナル作品のファンからは、支持を得られず、基礎的な部分を変えたことで、 ブラックウォッシングと批判された、ホワイトウォッシングと批判されている作品を現代のアルファベット順で以下に示す。ありがとうございます。